中世は武士の時代ですね、はい、それに対して近世はやっぱり庶民の時代なんですよ。ちょっと面白いなと思ったのはやっぱり国学が出てくるのは元禄期ですよね、うん、と元禄期っていうのは文学でいうと才覚が出てきたり、うん、で世間無駄山よ、うん、あるいはその近松が出てきて世話物みたいな書くと、ね、つまり庶民がバーッと出てくる。これ調べてびっくりしたんですけど、年間日本中に流通してた書物が1000万部だったらしいですよ、うん、で江戸だけでどうも貸本屋が、本はちょっと高かったので1冊5000円ぐらいなので、はい、今で言うと、はい、なかなか買えないので貸本屋が繁盛して、それが800件、江戸だけですよ、うん、でそういうことのネットワークの中で僕たちは一体何なんだろう、うん、あるいは僕たちっていうその私たちというそういう気持ちが出てくる。でこれがまあ結集していくと大体国学って形になってくるんですね。だから面白いのはその国学者たちってみんな平凡な、うん、あの庶民階級出身の方が多い、うん、それもまたあの注目する事実かなと。たかが文学という中で、国学というのはもともと和歌を中心とした文学の解釈の革新運動ですね、うんうん、文学ですが、これがその幕末維新運動の趣旨に影響を与えたわけですよ。政治や経済じゃないですよ、文学を与えてる。でこれなぜかというと、今でもそうなんですが、国語を扱うということは自国のですよ、歴史、民族、あるいは神話、あるいは感受性、善悪、利非の観点、そういったものをたどることになるわけですよ。でここでね、ナショナリズムにスイッチが入るわけですよ。で日本が浮上してくるわけです。日本的、日本人らしさ、日本らしさ、これをまあナショナリズムの次元に展開するためにはですね、古典の読解から古の日本並び日本人に創造力の翼を及ばせた国学というのはどうしても必要だったんですね、うん、これ実は科学から来てるんですね、はい、科学、歌の学です。で歌の学って例えば中世までだと、例えばですね、道場科学、まあ、道場っていうとまたあれですけど、こう書くんですよ、そのつまり道の上、で道場科学、で道場って要するに貴族たちの中にいるということで、そうするとどうしても歌の問題が彼らに独占されてしまって、うん、古今伝授みたいでもう評価されちゃうわけですよ、うん、そうすると庶民たちが歌が学びたいっても全然わからないと、うん、わからないっていうところで、じゃあいいやと、古今集っていうのは貴族に独占されてるので、じゃあ古今集に持っていこうと、うん、と言って万葉集を発見するんですね、うん、で万葉集はもちろん庶民も歌ってますから、うん、先森の歌なんかもそうですよね、うん、そうすると万葉研究に入っていくと、うん、でここが要するに道場科学から庶民の科学へっていう時に万葉が来て、うん、かつそれを最初に体系化したっていうのかな、仮名遣いも研究して読めるようにしたのがまさに慶中、うん、そしてその慶中から影響を受けて万葉学というものを体系化したのが鴨の間淵、そして鴨の間淵には1回だけあって、1回だけあったにもかかわらず門下生になったという元宮がまさにその松坂の木綿問屋から出てくるわけですよ ね、 そうですね、という、まあ、流れの中で木綿問屋の物の哀れ論が出てくる。もともと小津家に生まれた、あ、そうですね、安次郎と親戚なんですか、どうですか、映画監督の、ね、東京物語、小津安次郎のご先祖が木綿問屋だと、すごい繋がりです。あの辺り小津姓が多かったようなんですけど、ね、まあ、いろんな小津がありましたけど、親戚ずっと辿っていくとどっかであの重なってると思いますね。その庶民の文化と思い出すのは、日本人のクラシック、うん、音楽が典型的ですけど、クラシックって言うと古いものを言うでしょ、はい、だから古典、ね、昔調べたことある。その2番目の意味はね、あれなんて上等っていうね、うん、古いものは上等だ、これもすげえな。3番目の意味もあってね、ここがちょっと微妙なところなんだけど、要するに階級、クラスですからね、これクラスってことは階級っていう意味でしょ、うん、ここで日本のね、いわゆる簡単に言うと庶民ね、もちろん庶民たちって庶民の中のエリートなんだけど、いずれにしてもね、単にその道場、ね、朝廷の一部がそれを独占するんじゃなくて、まあ今風に言えば国民のね、平均的なところでね、その階級が古くて上等のものとしての古事記なり、特に万葉集をね、うん、それを取り上げることによって自分たち の、 そのナショナルアイデンティティをね、うん、確立する。本当にね、僕別に日本万歳言ってんじゃないんですよ、不思議な列島だなと、うん、もちろん長崎ではね、ポルトガルも来てるし中国も来てるんだけど、対馬には朝鮮も来てるんですけどね、でも全体としておおよそ鎖国の時代に一つのね、独立したほぼ完結したコスモスを作り出して、宇宙ね、人間の宇宙だけど、である以上宇宙の成り立ちは何じゃつって、うん、今言ったそのクラシックなものをやり始めるというね、うん、いやすごい時代だな、うん、そうですね、あの元折というと物の哀れですね、もう本当にもうこの言葉ばかりこう私の中に反響してるんですが、そもそも物の哀れとは何かっていうのは、これ前あのゼミナールのこの授業でも話しました。最初にもう一回言って、僕忘れちゃった。あ、そうか、まず物とは何ぞやってことなんですが、これ物の解釈難しい、個人の力では変えられないけども、うん、動かしがたい事実なんですよ。そうだね、ね、つまりその運命とか、それからまあ世間的な制約でもそうですよ、もうしょうがないじゃないですか、あの会社上下関係があって、それからあの大自然の移り行き、これも変えられないんですよ。それからあともう一つ大事なのは恋なんですね。ああ、恋のことはよく言ってるんですよ。ああ、これもあの自分の力では変えられません、でも厳然としてあります、引きずられていきます。でこれが物なんですよ。この物に対して人間感情の最も深いところからしみじみと感じるのが哀れなんですね。だ物の哀れっていうのは本当にこうなんとなく日本的な感覚あるんですけど、その物の哀れを知るってことがすごく大事なんだっていうことを、まあ、元井のような繰り返し言ってますね。これはあの小林秀夫も論じてますけど、そのあたりどうですか。いやだから本当小林秀夫も言ってるし、実はまあもちろんそれ自体が宣長の言葉でもあるんですけど、僕が感心したのは物の哀れを論じてですね、まさに物は動かし難い事実、それに触れてああ晴れだって思うって言うんですよ。晴れって何かというとパッと明るくなって、要するにこれがコップだと、コップが晴れてるとよく見えますよね、はい、でコップだと思うわけですよ、はい、でも要するにクラゲと分からない、うん、そうするとああ晴れだっていうのはああコップだなんですよ、うん、それにあやをつけて、うん、長く伸ばす、つまり長生き、嘆きなんですよ。 そうか、その嘆きをあやをなして織り直すと何になるかというと歌なんだと、うん、そうするとこの歌ってのは自然に出てくるから、うん、結局これも朱子学批判になるわけですけど、うん、理なんていう、まあ、ある種体系だった理屈ではなくて、うん、むしろこっちから湧いてくるもの、うん、それを知ることによって初めてまさに認識の手前にあるセンチメントっていうかな、うん、根本的感情を捕まえると、うん、そして我々のそれを倫理にしようじゃないかという形で、うん、じゃあその倫理はどこにあるのか、道はどこにあるのかといって、うん、
本居長がこう行ったのが古事記ですよね、うん、まさに。でそこでまあ35年ですよ、うん、確か5、6歳で始めたんじゃないかな。それで35年ずっと研究して古事記で、うん、なるほど。でそうか、僕は勉強なもんで、うん、哀れ、うん、この前も聞いて今日も聞いて思い出して確認して教えてもらうまで、ね、勝手にね哀れ今言ったことも含んでるんだけども、はい、あ晴れてる分かった、うん、と同時にね僕ね悪だと思ったの自分あこの晴れてるものを見させられてる、はい、あ我がいるというね、はい、多分それもどっか含んでるでしょうね、うん、物との関係に置かれてまだ生きてる自分、これ骨になったらもう見えないんですけど、ね、うん、生きてる自分っていうね、それもこっちの影の部分では含んでるんでしょうか、うん、今先生おっしゃられた生きてる自分っていうのは、うん、現代的な言葉で言うと実存主義ってことですよね。ノイナガっていうのは深いニヒリズムがあると思うんですよ、うん、というのはね、物っていうのはつまり運命でしょ、うん、個人の力では変えられないもの、ここに対してその感覚を鋭くするっていうのは何度もそういう目にあったんだと思うんですよ、うん、そうでしょう、あるいはそういう目にあったことに対して非常にこう深く思うような、まあ、そういうメンタリティの持ち主だったと思うんですね。で、要するに個人の力では変えられないけども動かしがたい事実にさらされて、そこでその深い考えを得る体験というのを繰り返したんだと思うんですね。それみたいに人間の生きる苦しみとか運命の重さの自覚、あるいは恋愛への傾斜ですね、死にゆく存在という自覚、これまさに実存主義なんですよ。そうですね。ところがその現代の実存主義というのはもう最後はもう自殺するまでねキルケゴールとかなりますけど、ノイナがちょっと違うのはですね、ここにあのオーラカって概念を入れた、まあ、オーラカな神とのその本当に素直な交流っていうのを入れたっていうのがノイナガらしい、江戸時代らしいんですが、これ私ねしょっちゅう言うんですけど、ゴッド、それと日本の神をね同じあの神という字にしたのがね誤解の多分始まりだと思うんですよ。日本の神、いわゆるゴッドのその神とは違います。これ日本の神のことなんですが、ただ豊かに、おおらかに、みやびたるものにて、歌の趣ぞ、よくこれにかなえけると。これその神々の豊かさ、それからおおらかさ、みやびさを実感し、まあ、それを称えて不思議がりですね、素直に受け取っていく、これが大事だとされたわけですね。すぐ物を疑う近代人とは違います。でここすいません僕のことは違います。あのニヒリズムあるいは実存主義を、まあ、超えていくと言ってまでいいのか、そういう一種の経験があると私は思いますね。本当そういう意味では神というのは自分を超えているものなので、そういう意味で言うとノリナガの態度って非常に謙虚なんですね。分からないものは分からないと、で分からないものは分からないっていうところのなんかその最果てに面白いこと言ってて、ここで実は後に出てくるその平田って言ったんで国学の結構大きな人なんですけど、それとの違いが出てくるんですよ。どういうことかというと、ノリナガ結構それはニヒリズムをどっか接触してるんですけど、あのねこういうんですね、死んだらどこに行くのか、あのそれは汚い黄泉の国に行くだけだ、これそれ以上何も言わないんですよ。これ救いがあるのかという感覚をどうもやっぱ門弟の平田が持ったらしくて、でどうも門弟の平田っていうのは奥さんも亡くしてるし子供も亡くしてるし、だから要するに亡くしたその彼らと会いたいみたいな感じがあるんですね。それが汚いところに行く、ちょっと耐えられないというところで実は有名会とかね、そういう議論が出てくる。ノイナガはね、まあ、諦めるしかないなんですよ、うん、まあ、そこも一つの態度だと思いますけど、諦めるじゃしょうがないだろうって言ったのが平田篤胤なんですね、うん、で平田篤胤はあの秋田藩の子です。あの明治維新に非常にあの影響を与えたっていうのはですね、まあ、例えばその島崎藤村の夜明け前、有名な文学だけど、これはの平田篤胤の国学を学んで創政復興に期待してですね、結局明治の西洋化で裏切られた男もたくさんいたと思うんです、うん、最後にもう発狂して座敷牢で死んじゃった青山半蔵ですね、あの藤村のお父さんの舞台なんですけど、こういうですね行動家に影響を与えたっていうのが実はその平田篤胤の国学の方なんですね。篤胤、うん、の宇宙観っていうのがまたね、へんてこりというかね、すっごい変なんですよ。へんてこり朱子学してるんじゃないかと思うような、そうそうそう、つまりなんかこう観念論なんです、うん、要するに天界というのがあって、で地上があって、うん、そして黄泉の国があると、うん、読みの国にじゃあ死んだら人間行くのかと行かないんだと、うん、どこに行くかとよく見えないんだけどかすかに見えるような世界に行くと、うん、どこにあるのかよくわからない、うん、でもこの感覚っていうのは実はピンとくるところがあって、うん、実はこれあのお盆の感覚なんですね、うん、つまりお盆にその先祖の霊が来るやもしれないみたいな話をするじゃないですか、うん、いや見えないけど、はい、あのその感覚とぴったり合ったことが実はこうそうしたのか、うん、実は平田国学は神学ですけどほとんど、うん、平田国学を受け入れた層と、うん、元利の宿の国学を受け入れた層が全然違うんですよ。